皆さんこんにちは。ジャニーズの大人気グループキング&プリンスのメンバーの一人高橋海人さん、お茶目で人懐っこい高橋海人さんには過去に噂になったお相手は9人もいるんだとか。今回は高橋海人さんの歴代彼女9人をご紹介します。最後までご視聴いただけますと嬉しいです。高橋さんの歴代彼女の中で唯一熱愛報道があったのは大和田奈々さんのようです。では詳しく高橋海人さんの歴代彼女をご紹介していきます。歴代彼女1、サイダマリン。高橋海人さんの1人目の歴代彼女は女優、ファッションモデルとして活躍しているサイダマリンさんです。2013年にアイドルグループオールオーバーにサポートメンバーとして加入していたこともあり、アイドルとしても活動されていました。高橋さんとは2015年に始まった E テレ R の法則で共演されています。この番組内の胸キュンエピソードを再現するコーナーは高橋さんが演じられていてかっこいいと評判でした。そして VTR を間近で見ていた斉田さんと高橋さんの仲睦まじい姿が視聴者から付き合っているのと噂の火種となったようですね。実はこの2人、親密になるのが早かったある共通点があるのです。年が同じということで地元トークで盛り上がり、すぐに意気投合したのではないかと言われています。その後残念ながら2人のプライベートの目撃情報や熱愛騒動も出ませんでした。2人の共演のあった R の法則ではもともと出演者の年が近く、みんな仲良しという雰囲気ということもあって特別な仲ではなかった可能性が高いですね。交際があったわけではなさそうです。歴代彼女に、水野由衣。高橋海人さんの2人目の歴代彼女は元ベビーメタルのメンバーの水野由衣さんです。高橋さんと水野さんの共通点はアイドル活動、同じ年、同じ高校出身です。2人は同じ年でありアイドルとして同じように歌やダンスのパフォーマンスをするユニット活動をしていたということですね。そして高橋さんは堀越高校出身なのですが、水野由衣さんも同じ高校に通っていたという情報が出ています。つまり2人は同級生だったのではと噂になりました。クラスメートだったとしたら共通の話題も増え、急接近した可能性も高いですね。その情報の影響を受けてか、高橋海人さんをネットで検索すると後に水野由衣さんの名前も一緒に上がるんです。そのため交際があったのではないかと推測されているようです。その後2人のプライベートの目撃情報や熱愛騒動は出ませんでした。 Twitter で噂になったきっかけは、もともとはジャニーズファンの女性が2人は交際しているのかもしれないとつぶやいたものが広まってしまったみたいなんです。どうやら信じる人と信じない人とでの論争があったため、一時的に噂がヒートアップしたようですね。しかも水野さんは堀越高校ではなく日本体育大学附属二階堂高等学校出身ではという情報も。どちらにしても最近は2人の名前を検索する人も減っているようで、今は単なる噂話で終わったようですね。歴代彼女3、白間みる。高橋海人さんの3人目の歴代彼女は元アイドルで NMB のメンバーとして活躍した白間みるさんです。高橋さんとの共演作はないのですが、同じアイドルとして活動しているという共通点があります。そして撮影の合間や歌番組などの休憩中に2人きりでいるところを目撃されたという情報が出てしまったみたいなんです。この情報が広まり、隠れて交際しているのではと熱愛を噂されてしまったようです。その後2人のプライベートの目撃情報や熱愛騒動は出ませんでした。噂は出たものの、どれも信憑性に欠けるものが多いようで、ガセネタであったという見方が正しそうですね。歴代彼女4、白石麻衣。高橋海人さんの4人目の歴代彼女は女優で乃木坂46のメンバーとして活躍した白石麻衣さんです。現在は女優、タレント、モデル、そして最近では YouTube を配信したりと活躍の場を広げられています。高橋さんは白石さんとの共演作品はないのですが、同じアイドルとして接点があります。アイドル同士ということもあって歌番組などでの共演はあったはずです。この2人の熱愛の噂が立ったのは2017年頃からと言われています。というのも
この頃から知人を通じて知り合い、連絡先を交換した。二人きりで食事に行った。結婚を前提にお付き合いをしているという交際とも取れる情報が流れてしまったんです。これが熱愛疑惑になり、噂がヒートアップしたようです。実は白石さんは意外にもジャニオタをしていたという過去があります。乃木坂46のオーディションを受ける半年前までは、関ジャニ8の安田翔太さんや住まいの玉森裕太さんのファンをしていたようです。結構コアなファンだったようで、果てはジャニーズジュニアまで熟知していたんだとか。どうやら白石さんはジャニーズにはもともと好感を持っていたようですね。人懐っこい高橋さんは特に接しやすかったかもしれません。その後、残念ながら2人のプライベートの目撃情報、スクープはありませんでした。白石さんは実は業界ではスキャンダルが一切ないことでも知られており、まさにアイドルの鏡。白石さんは高橋さんとは公私混同せず、仕事仲間として一線を引いて接していたようですね。そして白石さんの男性のタイプは年上で男らしく引っ張ってくれる人ということなので、可愛い系の高橋さんには当てはまらない気もします。こちらも単なる噂話で終わったようです。歴代彼女後、堀田真由、高橋海人さんの4人目の歴代彼女は女優の堀田真由さんです。高橋さんと堀田さんは2019年に放送されたブラック校則で共演されています。さらにはバラエティ番組坂上動物王国で共演したことも。このブラック校則ではなんと映画、ドラマ、配信ドラマの3媒体も展開されていました。なんとも濃い時間を過ごしていそうですね。共演した坂上動物王国では高橋さんは堀田さんのことを堀田さんではなく、まゆちゃん、まゆちゃん頼むよと下の名前を連呼。とっても親密な雰囲気に2人の距離の近さを感じ、視聴者から付き合っているのではと噂されたようです。確かに微笑ましい2人にキュンとします。さらに堀田さんの存在は高橋さんのこれまでの好みを変えたとまで言われています。高橋さんは堀田さんと出会った頃から小悪魔的な可愛い女子から綺麗なお姉さん系に一転、なんと好みのタイプが変化したようなんです。これは明らかに堀田さんの影響を受けているように思えます。高橋さんが理想の女の子を描いてみたという企画の似顔絵が堀田さんにそっくりと噂になりました。タートルネックが似合う、大人っぽいロングヘアが好み、綺麗系、奥行きのある目が好き、目で訴えられる人が好き、肌が白い人、イラストと一緒に描かれている特徴がほぼ堀田さんと一致しています。これにはもしかして堀田さんと付き合っているのではと噂されるのも無理はありません。その後、残念ながら2人のプライベートの目撃情報、スクープはありませんでした。堀田さんは以前理想の恋人像を聞かれた時に、立っているだけでも雰囲気のある人、喋らなくてもなんかこの人持っているなみたいな人がすごく好きです、気軽に話しかけてくれる人よりはミステリアスな人の方が追っていきたくなって気になっちゃうと発言されたことがありました。そして女性誌のインタビューでは、私がもともと末っ子なのと、親戚の中でも私が一番下、年上の友人も多く、いろんな世界を知れるので年上と話すのが好きですと発言されていることから、弟系可愛い高橋さんとは少し違うような気もしますね。堀田さんは高橋さんの好みドンピシャのお相手ではあるので、再共演で距離が縮まる可能性はあるのかも。ですが今は仲のいい友人のうちの一人という感じでしょう。歴代彼女6、生田絵梨花、高橋海人さんの4人目の歴代彼女は生田絵梨花さんです。高橋さんと生田さんの共通点は同じアイドル同士。2021年3月に放映された関ジャム完全燃焼にアイドルゲストとして一緒に出演されたことがあります。これが初めての共演だったようですね。高橋さんと生田さんは音楽ランキングを見守りながら仲良くトークを弾ませていました。これを見た視聴者から、お似合いの2人付き合ってほしいと噂になったようです。高橋さんと生田さんは映画ドクターコトー診療所でも共演しています。2人
は本作からシリーズ初出演となっており、同じ立場で挑んだということですね。さらには12月13日にフジテレビにて特別番組ドクターコトー診療所16年ぶりの同窓会が放送されます。この番組で2人は VTR としての出演。生田さんはこの映画に出演するにあたってインタビューで高橋さんのことを語る画面もありました。同じ新キャストとして緊張を共有できる相手がいてとても心強かったです。ご本人としては緊張して悩まれていたみたいなんですけど、いつも先輩方から可愛がられていて、高橋さんがいらっしゃるといつも現場が和みました。ハント先生はちょっと人の心に土足で入るようなキャラクターですけど、実際の高橋さんはすごく丁寧な方で、ギャップに悩みながら演じる姿に役者魂を感じていました。高橋さんがいてくれたおかげで安心感があったようですね。新参者として不安な中、お互いの存在が大きかったのではないでしょうか。残念ながら今のところは2人のプライベートの目撃情報スクープは出ていません。ドクターコトーで監督を務めた中江勇監督に言わせれば、高橋さんは雨男、一方生田さんは晴れ女だったようで、まるで正反対の性質を持っている2人、バランスが取れて案外お似合いの2人なのかもしれません。これだけ世間からの人気も高く、今回の映画共演もあるので、今後新たに情報が出ることに期待しましょう。歴代彼女7。なお高橋海人さんの7人目の歴代彼女は女優の奈緒さんです。高橋さんと奈緒さんは2020年に放送されたドラマ姉ちゃんの恋人でカップル役として共演。高橋さんは奈緒さんの7歳年下の相手役を演じ、その胸キュンすぎるストーリーが話題になりました。このドラマでは高橋さんは初キスシーンがあったり、今までやったことのない胸キュンなシーンにびっくりするほど照れたそう。特に奈緒さん演じるみゆきの口元についたカフェラテの泡を指で取るシーンが一番恥ずかしかったそうですよ。2人はドラマが放送された1年後の2021年10月、朝の情報番組 ZIP! で再共演を果たしました。1年ぶりの再会に高橋さんは気持ちが高まり、パフォーマンス前に奈緒さんに呼びかける場面も、奈緒ちゃん僕たちのパフォーマンスで目覚めさせるから見てて、分かった、仲の良さが分かるやり取りですね。そしてパフォーマンスを見終わった奈緒さんは嬉しそうな笑顔を向けていました。このような微笑ましいやり取りにほっこりした視聴者から、もしかして付き合ってるの?と噂になったようです。その後2人のプライベートの目撃情報スクープは出ていませんでした。演じた役柄も相まって、奈緒さんは高橋さんのことを弟のように可愛がっているようですね。残念ながら単なる噂話で終わったようです。歴代彼女8。平手友梨奈、高橋海人さんの8人目の歴代彼女は元アイドルで女優として活躍する平手友梨奈さんです。2人は2021年に放送されたドラマドラゴン桜で共演されています。実はこの2人、このドラマをきっかけに急接近したようなんです。告知番組などで次々に明かされるエピソードに、視聴者からは微笑ましい、もっと見たい、付き合ってると話題になるほど好印象でした。肯定的なファンからはネット内では手近い、コンビといった愛称も誕生したほどなんです。高橋さんと平手さんはお互いのことをビンタちゃん、カイさんと呼び合っていると、王様のブランチでの特集で明らかになりました。どうやらビンタは平手さんの名字から来ているそうで、高橋さんが名付け親なんだとか。平手さんも嬉しいと満足げな様子を見せていました。あだ名を付け合うなんて仲の良い証拠ですよね。2021年4月に放送されたドラゴン桜の告知番組にて、高橋さんが平手さんにダンスの振り付けを教えていることを明かしていました。ドラマ収録が始まる前、初顔合わせの時に平手さんからシンデレラガールの振り付けを教えてくださいと話しかけに行ったそうなんです。ダンスが得意な2人はすぐに意気投合したんでしょうね。そして番組内では高橋さんはお返しにと言わんばかりに、平手さんのシングル曲であるダンスの理由のダンスを披露。これには視聴者からも、お互いの曲の振り付けを教え合いっこしていたの
仲良しすぎと話題に上がりました。その後残念ながら2人のプライベートの目撃情報スクープは出ていませんでした。可愛い高橋さんとクールな平手さんは横に並んでいる姿があまりにも絵になる2人、ファンからの付き合ってほしい願望が噂をヒートアップさせたのかもしれません。どちらかというと2人は仲良しコンビといった印象が強いかもしれませんね。歴代彼女9、大和田奈々、高橋海人さんの9人目の歴代彼女は元アイドルで AKB48 のメンバーとして活躍した大和田奈々さんです。現在はグラビア、YouTuber としても活動されています。実は唯一高橋さんとの熱愛を報道されたのがこちらの大和田さんなんです。高橋さんと大和田さんは2018年8月25日に週刊文春で半同棲を報道されていました。高橋さんは大阪城ホールでのコンサートを終えた後キンプリのメンバーと一緒に東京へ戻った時のこと、その後高橋さんは事務所の送迎車に乗り自宅へ向かうと思いきやそのまま都内にある大和田さんのマンションに向かったんだとか。そしてそのまま合鍵を使って大和田さんの家にお泊まりしたようです。翌日も仕事帰りに大和田さんのお家へ戻ろうとした時をキャッチされてしまったそうですね。しっかりと合鍵を使っている場面も撮られてしまったため合鍵通い合いとまで言われていました。高橋さんはデビューして間もない時期だったのでファンからは大事な時期なのに何やってるのとかなり厳しい意見が飛び交うように。それもそのはず、大和田さんは高橋さんとの交際を SNS や番組などで匂わせていたようなんです。アンチからはどれも匂わせに感じると過度な投稿もありますが偶然とは思えないものも。それらを集めてみました。1、同性発言。2022年9月3日に放送されたキング&プリンスルでとある高橋さんの発言がファンの間で怪しいと話題に上がりました。いつどこでサムギョプサルを食べたのという質問に高橋さんは昨日僕実家というか住んでるハウスで。こちらの不自然すぎる言動に動揺しすぎ、彼女と食べたの。一人暮らしの男がお家でサムギョプサルを作るはずがないと同性を怪しむファンが続出したのです。2、お揃いのアクセサリー。高橋さんの熱心なファンたちは報道があってから匂わせがないか捜索、身につけているものをチェックした結果これはお揃いなのではというものがネックレス、どうやらこれはグッチのものではないかと言われています。偶然とは思えないほど一致しています。3、担当カラーをアピール。キンプリ内での高橋さんの担当カラーはひまわりイエロー。大和田さんは報道が出る以前からひまわりの衣装を着ていたりもしていましたが、報道後もあまりにも黄色やひまわりと一緒に写る写真を SNS に投稿していたのです。さらに高橋さんが番組で食べていたマンゴーのかき氷をその後大和田さんが同じように食べている写真を SNS に投稿、これら数々の匂わせにファンからは否定的な意見が目立つようになります。デビュー時期と重なる大事な時期に文春砲に狙われてしまったため、双方の事務所は友人の一人で交際の事実はありませんと交際を完全否定していました。高橋さんと大和田さんはその後破局したと言われているようです。二人の破局後、高橋さんは熱愛スクープどころかプライベートの目撃情報さえ出ていません。よって現在彼女はいないと言われています。高橋さんの両親は今でもとても仲が良く理想の夫婦なんだそう。どんなに忙しくても1日1回は一緒にご飯を食べる、2人でベッドで寝る、行ってきます、お帰りなさいのキスをする、何でもない日に花を買って帰る、どんな時でも好きという気持ちを伝えられる男でいる、このようなことが自然にできる、自分の両親のようにいつまでも仲良し夫婦でありたいそうです。現在は両親のような家庭を築ける相手を探し中なのかもしれませんね。いかがでしたでしょうか。今回は高橋さんの歴代彼女9人をご紹介しました。今後の高橋さんの活躍も応援していきましょう。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録
高評価もぜひお願いいたします。それではまた。